吉谷さん、昨年のことなんですけども、湯布院に私はね、家族と両親を連れて行ったんですよ。で、あの個室の、まあ宿で、その宿の中に個室なのに露天風呂がついてるみたいなね、1泊10万円のところを GoTo なんとかキャンペーンで、まあ3泊ほどさせてもらったんですよね。で、せっかく3泊して家族の分も全部私がね、 GoTo キャンペーンがあるとは言いながらも、まあ払うわけなんで、まあこれに乗じてね、九州のその湯布院地区の方と会えないかなと思って、前々からお申し込みあった方とアプローチをしてですね、まあそれで合宿をしましょうということで、お約束させてもらったんですよね。で、私は家族をまあ寝かしつけてというかね、まあ夕食も終わって9時ぐらいにもう消灯するわけなんですけども、そこから10時から合宿、私の泊まっている宿泊所の会議室みたいなところがあるんですけどもね、そこの方に来ていただいて、で合宿をやりました。で、翌朝までやったんですよ。翌朝のね、放送がありますんで6時半ぐらいまでやったわけなんですけども、もうみっちり徹夜ですよね。なかなか面白かったですよ。で、徹夜というふうな形で家族の時間を割くので50万でやらせてもらいますということだったんですけども、やっぱりね、そんな合間にも自分のためにやってくれるんだっていうふうに非常に感動されまして、で50万はねちょっと高いんで20万前払いと、あとは30万円を3回に分けて後で払いますって感じで、まあ、感動していただいたんですけども、ものすごい、のエネルギーでその方やってくれましたね。で、まあ2泊あったんで、その2泊で、お一人の方とお二人の方と分けてやったんですけども、旅行中に150万稼ぐみたいな感じですよね。で、旅行費用が家族の部分全部込み込みで50万くらいだったんで、湯布院に行って帰る頃にはプラス100万みたいな感じですよね。で、やっぱり受講する方にね、どんな感動や価値を与えてきたかってことなんですよ。もうすでにその合宿だけでかなり感動していただいたんですけども、本題はその後稼いでいただくことなんですよね。で、もうちょっとで1年経つんですけども、どうなったかというと連絡がつかなくなりましたね。私の放送どっかで見てくださってると思うんですけども、なんか燃え尽きちゃったのか、億万長者合宿みたいなもんでね、私と一緒にそのコンサル講義を受けることが目的になっちゃったんですよね。だから違うよと、あなたが稼いで今度自分が稼げるようになったら、他のお金に困ってる人を稼がしてあげるというね、新しいレースはずっと続くんだよってことを伝えたかったんですけどね。このままだったら私一人が儲かった終わりなんで、そうじゃなくって、この放送を見ていたらね、もう一回思い出してもらいたいなと。あれからもう1年経つんだよと、1年経てば1000万2000万ぐらいは、あの合宿があるんだったら稼いどかなくちゃね。合宿でも言いましたけども、合宿終わって1年後に私があなたからの連絡を受け取った時にね、稼げるようになりましたと、年収が300万500万プラスアルファになりました、そのぐらいのことをやってくださいよと。そしたらその合宿始まる前に絶対に何々しますみたいなね、決意表明してくださいましたよね、大きい声で。どこ行ったんでしょうね。決意とか意志ってのはどこへ、どういうふうに蒸発しちゃうんでしょうか。何なんでしょうか。いってらっしゃい。